地球全体の、バランスを取るために何個かの宇宙船が待機して、うん、あの地球のことやってきてくれてるから、うん、遠い存在ではないっていうふうに思った方がいいんでしょうね。いいんですかね。なんか身近な存在ね。私が今まで撮っていた、宇宙からのメッセージは宇宙連合からのものが多かったんですね。最近気づいたんですけど、その宇宙連合は今、うん、あれなんですか、地球をみんなが 見守ってるっていう感じなんですかね。はい、始まりました、スラシードチャンネルということで、ヒロシです。アキコです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、今回のテーマは宇宙連合ということですが、これ僕ちょっと宇宙連合って一体何なんですかね。僕あんま知らないんですけど、アキコさん教えてください。よく分かってないんだけど、なんか分かってんだけどつながるんですけど、まあ宇宙のやっぱ宇宙ってこうなんていうの、均等を保つっていうのかな、うん、全体的なこの宇宙の全体のこれいろんな、ね、星があったりしますが、そこのバランスをとっている、連合組合みたいな、まあ、その連なんていうか団体グループか、地球でいうとなんか国会みたいなんですかね。なんかそういうふうにいろんな星の存在の中で、うん、そう有志が集っている、まあ、連合組合みたいのがあって何種類かあるんですけど、うん、その中の、まあ、私たち結構あの縁が深いんじゃないかと思うんですけど、うん、天草玄関にね、宇宙連合っていうのがそういう感じでいろんな宇宙人が、うん、入っている連合組合。あ、ちょっと質問があります。はい、それは宇宙連合は天の川の星々の人だけなんでしょうか。違うと思う。あ、違うのね。うん、宇宙全体を把握している存在だと思うんだけど、特に今、うん、あの宇宙連合、あの天の川玄関、だから宇宙全体で天の川玄関見てるから、うん、あの、うん、あ、そうね、地球ですね、地球を見てますので、宇宙全体で、うん、あ、そうかそうか、特に、うん、宇宙連合が入ってるのかなと思うけど、全体的なところを、うん、あのやってる存在たちだと思います。その宇宙連合は今、うん、あれなんですか、地球をみんなが見守ってるっていう感じになってるんですかね、今。そうですね。安全にこう、アセンションに、行けるように、うん、あの、こう、なんていうのかな、方向付けをしてくれたり、うん、必要だったら手配、だから、変な方向に行かないように手配してくれてたり、うん、あとはなんかもう全体的に見ると、やっぱこう宇宙の広報みたいな感じで、宇宙っていうものをやっぱこうこの人類のために、今地球で言うとね、人類のためにどういうふうにこう人類に宇宙のことを浸透させていくかとか、なんかそういうことをやっているような感じしますね。そのね、宇宙連合のまあ、うん、入ってる星の人たちっていうのはどんな星とか、具体的にどんな星の人がいるんですかね。あ、もうなんか天の川銀河もそうだし、なんか違うその違う銀河の存在もいると思うし、でもやっぱり基本的には天の川銀河の存在が私たちの、なんかその宇宙連合の中にもなんかいろんな多分グループがあるんですけど、うん、地球のことやってるのは天の川銀河の存在たちが多いのかな。アルクトゥルスとかもそうですか。あ、そうです、そうです。うん、宇宙存在も入ってると思うし、プレアデスとか。プレアデス、シリウス。あ、うん。その人たちがこう集まって、でいわゆるこう何、地球を、まあ、もうちょっとこうやったらいいよねっていうのをこう話し合って、そう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 、人類が、そう、うん、人類がこう安全にアセンションできるように、うん、こう方向づけてくれてたり、だからこう地球が安全な方向に行くようにエネルギーレベルも、うん、たまに調整入れる時もあるしね。あ、そうなんですね。うん、でもすごいやっぱりこう中立な存在だと思いますね、宇宙人。そのね、まあさらに調整を入れてくれるっていうのは、うん、具体的にどんなことをしてくれるんですかね。例えばすごいこう、なんて言うだろう、雨がね、一部の地域で多いとかがあったり、はいはいはい、そこにやっぱりいろいろなものが集中しちゃうので、そこがこう調和するようにエネルギーレベルの、うんうん、調整を、だからいろんな存在、宇宙存在たちが入って、うん、やってくれたりとか、うん、あとはだから結構人を介していろんなことを
やったりするので、まあ、メッセージが来たりとか、なんかそういうことをやってると思います。だからよく、私のところにも来るし、だから私がつながってるのは大体ハイヤーとか、オーバーソウルの中の、まあ、ガイドとかなんだけど、宇宙連合ともつながるっていう感じ。で、ヨシさんも、あとこれ見てる方も宇宙連合とつながりは強いと思います。そうなんだ。うん、ちょうどね、日本とかもね、雨がすごかったんですよ、ちょっと前。で、なんかずっと2週間ぐらいこれ降るんじゃないかっていう、もう本当に、こうなんかね、天気予報が、もう大雨でずっとこう夏のね、なぜかこの夏のど真ん中にこう、雨ばっかりってなってたんだけど、なぜか急に晴れてきて、今めっちゃ晴れてるんですけど、これもなんかもしかして調整かなと思ったんですけど、なんか。そうですよ。本当にそうだと思う。すごい動いてくれてる。宇宙連合だけではないと思うけど、宇宙存在って、だからこういう連合組合みたいのがなんか何個かあるんですよ。連盟とか、何回の競技会とかだったっけ、はい、何個かあって、まあ、それぞれご縁のある、要は宇宙でご縁があった存在たちが入っている、なんて宇宙連合と、ご縁がある人が多分今、こういう見てると思うけど、他のところにご縁がある人はなんかそこら辺のところが気になったりするんだけど、縁のある存在がいる、ね。そっか。なんかね、昔の、僕らがこう宇宙船に乗ってるのが見える方がいるじゃないですか。で、その人たちは、なんかこうね、あきこさんと僕とかがこう宇宙船のこう横に乗ってて、で、なんかね、こう何人も乗っている。それがなんか宇宙連合だったんですかね、あれは。ああ、そうかもしれない。あ、そうだと思う。宇宙連合。そうなんだ。です。思いますね。なんかもう、ヨシさんとは、ヨシさんはなんか宇宙連合って感じですし、私もなんか宇宙連合結構関わりが深いので、宇宙連合が来たんじゃないかと思いますね。そうなんだ。アルプトルスの時ね。アルプトルスの時に宇宙連合でいろいろこう、いろんな星々を回ってたら、地球を発見したのかな、もしかして。なんかやっぱり、ね、宇宙全体の調和を取るために、何か地球で、何か開拓するものがあったりとか、このアセンションの時とかだとちょっと揺れたりしますから、そのバランスの調整を取ったり、あまりにも光が強いところには、少し闇を入れたりとか、例えばですけど、なんかそういう感じで本当にバランスを取るところがある。まあ、闇を入れるっていうのはちょっと極端ですけど、だから闇が強いところに光入れたりとかっていうところの、本当に宇宙全体のバランスを取ってるんじゃないかな。そうなんだ。で、ね、じゃあ、もう見てる人も結構宇宙連合的なつながりがあるのだとしたら、なんかちょっとね、メッセージ、そういうのとか みんな欲しいんじゃないかと思うんだけど、自分でそれをもらう方法ってあるんですか？あ、もうチャネリングで取ればいいと思いますね。宇宙連合って思うと、どんな感じがするか、なんか懐かしい感じ。ヨシさん逆に言ったらどんな感じしますか？宇宙連合。皆さんね、やってみようかな。眉毛が今上がったで。眉毛上がっちゃうんだよ、これ。器用だね。まあね。なんかね、まあそれは最初にこう僕の場合は聞いてしまっているからかもしれないけど、その宇宙船でね、こう、あきこさんとかこう乗ってって、みたいな、そういうわーって回ってる、安心感の中でね、なんかそういう、そんなイメージがありましたね。でもメッセージ、あとはメッセージをもらおうと思えばいいの？しかも、さらに。そうですね。今、ビジョンが見えてたね。ビジョンだね。メッセージ。じゃあ、今、自分と、これを見てる方たちに対する。そうだそうだ。ちょっとまた宇宙からのメッセージみたいな感じになるけど、今日はちょっとクマちゃんお休みにして、僕は宇宙連合に一回、もらっちゃいましょう。嬉しいね。あ、本当。最近チャネラーよしってことに、なったらしいな。一応やってみますね。チャネラーよしお願いします。はい、宇宙連合。見てる人に対してのメッセージね。あ、なんかね、じゃあちょっと行ってみます。めっちゃ安心をしてくださいっていうね。ちょっと関西弁ですけどね、なんですかね。
今だからいろんな世の中の動きね、いろんな今までの大変だったこと、さらに今から起きることの不安、そういったものはすべてあなた自身が、それを望んで今ここにいますね。で、そしてそれを、多くの人たちと共に新しい時代を作っていく、うん、その楽しみに目を向けてください。その喜び、その、とても明るいというかな、なんだろうな、すごく、うん、調和に満ちた世界の中に常にいてくださいっていう、そんな感じですか。はい、ありがとうございます。いいメッセージだね。これでいいのかしら、大丈夫なのかしら、うん、はい、うん、これは誰でもできるもんなんですかね、これね。うん、できちゃうのね。つながるって意図すると、うん、つながりますので、で結構身近なところの存在なので、うん、身近な、なんていうのか、やっぱ地球にすごく入ってるので、つながりやすいと思いますね。そう、あのイメージの仕方をね、もう一回ちょっとあのあれ知ってほしいんだけど、なんかこう遠い存在ではないっていうふうに思った方がいいんでしょうね。いいんですかね。なんかこう身近な存在ね。身近な、なんかもう地球の、上のに宇宙船が結構浮いてるんだけど、そこは結構もう宇宙船で浮いてます。この人。今浮いてるんだ。今浮いてる。浮いてる。うん。この人たちっていうか、その宇宙連合の中にもいろんなほら、舞台みたいのがいると思うんだけど、うん、ちゃんとやっぱり地球全体のバランスを取るために何個かの宇宙船が待機して、うん、あの地球のことやってくれてるから、うん、なんかもうすごく身近にあの感じると思うんですけど、なんでこんなに身近に感じるかっていうのはもう地球のことやってるからですね。いつもいます。まあ、それありがとうとか、なんかやっぱりこう感謝していった方がいいんじゃないの、でも、そしたら。あ、そうですね。まあ、でも私たちもすごいやってるからね。私たちもやってるから、お互いにねぎらうっていうか、そっか。寝てる間になんかそういう活動やってるって話もあるけど、それはどうなの、うん、うん、それもすごくある。だから私たちが、うん、地球にいるっていうこと自体がもうこの周波数を上げてるんですよね。あの、いるだけで。あの、いろんなことやってますから、うん、あと、だから寝てる間に、この顕在意識ではちょっと理解できないですけど、うん、いろんな仕事してるって、あの、多次元に行ったりして、してるんだと思いますね。寝てる間は宇宙連合としてやってるかもしれないってこと？あ、そう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 。うん。あると思います。なんか違う次元に行ったりとか、いろいろ偵察行ったりとかしてるかもしれない。そっか。じゃあ今度は、アキコさんからもね、ちょっと宇宙連合。はい、宇宙連合から、ね、はい、お願いします。はい、私が今まで撮っていた、宇宙からのメッセージは、宇宙連合からのものが多かったんですね。最近気づいたんですけど、結構抽象的であったり、中立的なものが多いっていうのは、彼らはそういう宇宙存在なので、中立的な存在、あの、いろんな存在が入っているので、まあ、中立的であるということですね。で、皆さんへのメッセージとしては、とても地球は本当にいい方向に行ってますので、そこに対して安心していること。で、つながりは皆さん、あの、強くありますので、気軽につながってくださいってことを言っています。で、いつも、あの、近くにいるっていうことを、あの、このメッセージの中でも出てきましたけど、近くにいますので、本当に安心して、私たちが、あの、見守っているってことを知ってくださいってことを言っています。あと、やっぱ、つながりが強いって言ってるね。あの、これを見てる方たち。感じですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それではまたね、お会いいたしましょうということで、行きましょう。ではでは。ではでは、ありがとうございます。ありがとうございます。集まれ、星の子たち。スターシードオンラインサロンキラ。とはいえ。みんな来てキラ。